ロボット芝刈り機が動いているにもかかわらず、芝草が枯れてないでおかしいなと思って見てみたら、刃が欠落してディスクが歪んでしまっています。刃が見当たりません。ということで、おそらく切り株などに当たって欠けて刃が落ちてしまったんじゃないかなと思います。こういった切り株が問題だと思います。ということで、草もそれから冬芝もだいぶ伸びてきましたので、急遽このマキタの充電式芝刈り機30ミリで買っていきます。そしてロボット芝刈り機の修理を行っていかないといけません。では始めます。30人でやっていきます。
25ミリで買っています。Shoot.